なんでこうやってグイーって、こうやってグイーって引っ張ると、はい、どうも皆さんこんにちは、タイヨウタです。今日も銀魂歌舞伎町大活劇やっていきたいと思います。で、今日はですね、動画では久しぶりになるんですけども、またね、中国版の、歌舞伎町の方にお邪魔してます。で、中国版はですね、日本のやつよりも、若干進んでるところもあるんで、そこら辺もね、ちょっとちょいちょいご紹介していこうかなと思います。ただし、中国版に実装されてるからといって、日本版にね、必ずしも実装されるとは限らないと思うんでね、そこら辺はご了承願います。で、なんか今ちょうどね、なんかこの、綿皮って書いてあるんですけど、この青文字でね、なんかね、これね、なんか無料で一回回せるんですよ、ガチャが。ただキャラが出るってわけじゃないかもしれないんですけど、ちょっと回してみたいなと思います。で、ね、中国版のガチャは、日本版はね、ボタンを押して勝手に始まると思うんですけど、これはね、自分でこう指で右斜め上に引っ張るとガチャが始まるんですね。なんでこうやってグイーって引っ張るとガチャができると。さっぱり何が起こったか分かんないですよね。しかも何が書いてあるか分からないと。ふむ。やっぱりね、文字が分かんないと謎が多いとか多いよね。で、こちらが中国版のガチャ画面だね。なってるんですけども、ね、日本版とはまたここら辺もね、全然違うんですけども、左がお金でね、回せるガチャで、こちらに関してはそうですね、キャラも出るんですけども、アイテムの方が出やすいっていう感じですね。で、中国版と日本版の違うところは、無料ガチャでも、キャラが出るんですが、これね、キャラの左上の方に、なんかパズルのピースみたいなのが、ついてると思うんですけども、中国版の場合は、このね、シンパチの破片っていうのが1個当たっただけじゃ、シンパチがもらえなくて、で、このシンパチのこの破片って書いてあるやつを、これ何個もね、集めて、やっと1体のキャラクターになるっていうシステムなんですよね。ちょっと試しにね、ちょっと回してみたいなと思います。これもね、これ右上にこうビッて引っ張る。そう。こんな感じで、で、このガチャについて毎日5回ずつ回せますね。このビッて。こんな感じ。確か5回ぐらい回せたと思うんだけど。そう。で、5回回すと、あとは1万ですね。1回。で、真ん中は、皆さんおなじみの、キャラガチャ。なんですけども、充電はね、星3以上確定なんですけども、これも日本版と違うのは、このガチャにおいても、道具がね、出る可能性があります。日本版はね、キャラガチャだったらキャラしか出ないんですけども、中国版の場合だと、キャラ以外、キャラのパーツだったりとか、アイテムをね、出るような感じになってるので、そこら辺がね、あと違うよね。
あとは違いというか、まあ、キャラクターがね、まあ、こっちの方が多いです。ちょっとそう、見慣れないキャラクターもね、まあいると思うんですけども、まあ東條歩だったりとか、オビワンだったりとか、ここら辺はね、まだ日本版では実装されていないキャラクターなんですけど、まあ欲しい人はね、多分山の方、ようにね、いると思いますのでね、まあ日本版にもぜひね、入れてほしいなとは思うんですけどもね。で、今回は、まあこれもね、1日1回、無料で回せるんで、まず1回回してみたいなと思います。いくよ。ほい。ね。これね、なかなか当たんないから、キャラなんてね、本当に。で、今ね、ちょっとコン玉が溜まってるんで、回せるだけね、あと2回かな、ちょっと回してみたいなと思います。ほい。ねえ、これなかなか当たんないんだよね。ほい。いくよ。ねえ、全然当たんないでしょ。まあ、ここら辺のね、まあ、デイリーミッションとかは同じかな。あ、全然受け取ってなかったな。お、なんかレベル上がったぞ。あ、もうちょい回せますね。もうちょっと回してみましょうかね。いや、東條歩とか当たってほしかったんだけどな。まあ、なかなかきついよね、それは。いや、当たんないよね。ちょっと試しに、こっちの、なんだろう。この青い方の充電ちょっと回してみますか。まあ、お金がね、結構溜まってるんでね。ほい。まあ、本当にね、素材ガチャプラス、まあ、キャラクターのパーツが当たるって感じですね。もう一回回してみましょうか。はあ、なるほど。あとはそうですね。まあ、日本版の方ではね、まだね、実装されてない。例えばこの煉獄館か。だったりとか、宝物だったりとか、あとはチーム戦だったりとか、ってのが、こちらではね、解放されてるんですよね。なんで、しかもこっちの場合は、結構よろず屋のレベルがね、まあ日本版今99で、まあロックされてますけども、こっちはね、だいたいね、よろず屋のレベルが15ぐらいから、このオンライン対戦、まあ対人戦ですね、PVP 戦が可能となっております。まああとはね、サーバーが分かれてたりとか、なんかね、もう称号もね、まあいっぱいあったりとかして、まあ、なかなかね、こっちも盛り上がってるんですよね。あとは通常クエストの方も、まあね、自分ちょびっとね、進めてるんですけど、
でもここら辺若干日本版と違うかな、絵柄が。ちょっと違うかもね。ちょっと試しに一つ行ってみましょうかね。ほい。まあ何書いてるかわかんないけどね。いやもうこんなシーンあったかも覚えてないな。でね、中国版の場合は、なんだろう。普通の状態で、まずオート機能なんですよね。そう。中国版の場合は、通常状態でまずオート機能がね、まあ、ついてるんですよ。で、一応ね、2倍速が実装されてます。で、あと違うのは、まあ、通常状態でね、まあ、オートが発動してるって言ったんですけども、この右下のね、×2 の下ですね。それを押すことで、スキルがね、オートで発動してくれるっていう感じですね。で、あれを押さないと、ただの通常攻撃を延々と繰り返してるっていう感じなんですよね。なんで、本当にね、効率よく、まあ、通常クエスト進めていけると、まあ、いった感じで、まあもちろんね、マニュアルでキャラクターを動かしたりはできるんですけど、はい。まあ、てなわけでね。まあ、今回はね、ちらっとね、また中国版の方を、まあ、ご紹介させていただきました。まあ、またね、ちょびちょびね、こっちの方も紹介しながら、ちょっとやっていこうかなと思います。まあ、こっちもね、ログインとかしてると、ガチャとかね、回せたりできるんで、で、しかもね、こっちは無料で、1日1回だけね、ガチャ回せるような仕様になってますんで、まあ、それもね、引いていくのも楽しいかなと思いますんで、まあ、そちらの方もちょっとやっていこうかなと思います。それでは、今回はね、この辺で終わりにしたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。また、動画の左下、右下の方に動画の再生リスト、動画の方があると、思いますので、そちらの方もご視聴いただけたら大変嬉しいです。それでは皆さん、またねー。